山と伝統野菜、小生姜小生姜は、奈良県で生産される、生姜科の多年草で、奈良県在来の生姜の品種である。生姜は大きく、大生が中生姜、小生生がに分けられる。生生姜にはさらに、谷中、金時などの細かい品種があるが、それらとは別の奈良県内の在来種が、生生姜の名で、奈良県により、伝統野菜の一つとして、 大和野菜に認定されている。生姜は米を、はじかみと言い、同じく、はじかみと呼ばれた山椒と区別するため、暮れのはじかみ、草はじかみとも呼ばれた。古事記に記される、神武天皇のみ生、みつしく目の子らが柿本に植えしはじかみ口響く。我は忘れじ打ち手し山むの、はじかみを生姜であるとする説もあるが、一般的には参照であるとされる。日本には、 様子交流域の呉国から伝わったとされ、義式和神殿に、夕はじかみ、立花、古生、に、淵も、ためじみ、と、和国に生姜があったことが記されているので、伝来は三世紀以前と考えられる。寒さに強く、和瀬で、貯蔵しやすい、小生姜あるいは、中生姜だったと考えられている。藤原宮跡、平城系跡から、はじかみね、環境。 はじかみ、生姜、種はじかみと記された複数の木管が出土していることから遅くとも7世紀末には食用や生薬として生姜の栽培が盛んになっていたことがわかる。また正倉院文書にも750年をはじめとして多数のはじかみ、生姜、付けはじかみ等の記録がある。江戸中期に大生姜が日本に伝来し、明治期に 各地で普及すると、小生姜は関東や東海など一部地域のみに残った。奈良県内では、奈良市、ヘグ町、高市郡などの砂出土壌の地域に昭和初期まで生姜の産地があった。大和国町村主集には1881から82年頃の記録として、ヘグ郡、明治村付近の物産として生姜の記載がある。2005年10月5日、 奈良市で栽培される五が谷生姜とも呼ばれる在来種など奈良県内で代々作り継がれてきた少々が大和の伝統野菜として大和野菜に認定された五が谷地区の少々が畑奈良市を主産地として栽培されている甘酢漬け、紅生姜、奈良漬け、佃煮生姜湯などに利用されるまた柔らかく 筋がないので生のまま味噌をつけて食べることもできる。わさび、山椒、苗がなどとともに日本の食文化に欠くことのできない香辛料である。生姜のつくだには高市郡が須賀村で受け継がれてきた郷土料理である。ジンゲロン、生姜オールという特有の辛味成分は体を温める効果があり、生薬としても利用されてきた。少々がとは限らないが、 奈良県には次のような生姜にちなむ話がある。ありがとうございます。